シャープール一世は、サンサーナサ、ペルシア帝国の皇帝。初代皇帝、アルダシール一世の子。中期ペルシア語では、シャープフル。マニキョ文書では、シャーブフル。ペルシア語資料では、シャープール。アラビア語資料では、サーブールと表記される。シャープフルとは中期ペルシア語で、サプアーであり、王子を意味する。 ヘルシアの国家的伝統に愛着を持つ祭司、サーサーンからは孫、君主バーバクの子にあたるアルダシールは、パルティア王国の要塞の指揮官を務めていたが、3世紀初頭、パルティアを統治していたアルサケス朝に対し反乱を起こした。アルダシールは、メセネやカラケネ地方を占領して224年に、パルティア王アルタバヌス4世を破って、これを殺害し、226年。 パルティアの特定シフォンで、アルダシール一世を名乗り、サンサー・ナッサを創始した。アルダシールは、アルメニアを攻撃して、ローマ帝国と衝突した。シャープール一世は、アルダシール一世の子として生まれ、ある期間を、共同統治を経て241年、父のアルダシールの死を受けて王に即位し、単独統治に移った。ウアレリアヌスと戦うシャープール一世。 シャープールの宮廷で制作された亀を降伏する、ウアレリアヌス、ミカドラと騎乗のシャープール一世。ナクシュイルスタムの魔改造より、対外戦争に尽力し、西方では、ローマ帝国と何度か戦い、これに勝利した。243年にレセナの戦いで、ローマに敗北したが、244年には、マッシナの戦いで、ローマ軍を破り、 ローマ皇帝のゴルディアヌス三世はこの戦いで敗死している。また、253年にもバルバリッソスの戦いで、ローマ軍を下している。260年には、ローマ軍をエデッサの戦いで破って、皇帝ウアレリアヌス三角を捕虜とした。この時の勝利の記念として、ナクシュエルスタムの岩壁に、ウアレリアヌスが、馬上のシャープール一世に降伏しているレリーフがある。 261年には、カッパドキアに進出して、誠意を示したが、都市国家バルミラの抵抗にあって大敗してしまい、勢力拡大は結局ユーフラテス川伊東までに、とどまることとなった。ちなみにこの時に捉えた捕虜を使って、スシアーナ地方に灌漑用の包みを建設している。東方では、クシャーナ朝と交戦し、これを破ってアフガニスタンに進出している。 また、速度や坂などの脅威に備えて、東方教育フワラーサーンの防衛のため城塞都市、ネイウ・シャープフルを建設したと伝えられる。これが、後のニー・シャプールの前身となった。これらの制服事業によってシャープールは、ナクシェ・ラジャブ・ヒブニや貨幣名ンにおいて父アルダシールの、エーラーンの将の王を超える、エーラーンと、ヒエーラーンの将の王の称号を初めて名乗った。以後これが、 サーサーン超歴代君主たちに継承されていく。文化面においては、ギリシア、インドの医学や、天文学、哲学などに深い造形を示し、その研究と翻訳を進めた。宗教面においては、ゾロアスター教を国教に定める一方を、242年に、預言者のマニと会見し、彼の唱える、新興宗教のマニ教に強い関心を示して、これを保護した。 このことにより、マニは、ペルシア王国全域及びその周囲に伝道して、信者を増やし、教会を組織し、弟子の教育に努め、また、ローマ帝国領内にも宣教師を送ることができた。マニが、シャープール一世に捧げた、宗教書、シャープーラー館では、王とマニの間の宗教上の相互理解について、記述されている。ありがとうございます。